こんにちは、ライムです。今回は新たな扉ですね。はい、前回ね、地獄の帝王エスタークに挑んでめちゃめちゃ強かった。まああれは図書館の難易度だったので、まあめちゃめちゃ強かったんですけど、あれもう裏ボスぐらいっていうの強さなんじゃないかなっていうレベルで強さだったんで、今回はね、ちゃんと戻ります。ちゃんとしたねストーリーの方を進めたいので、そのね、こちらの喜びの扉ですかね、やっていこうかなと。喜びの扉ともう一つの扉、あとそれからね格闘場やって、まあストーリー進めようかなと普通に思いまして、そんな感じです。まあそんな、これ前のなんか扉にもいたっけ、こいつ、捕まえてますね、アイアンタートルで。今回のねパーティー、まあこんな感じなんですよ。これね、これはね、ようやく作れたっていう感じのパーティー。これはね、興奮したね。個人的にはすごくね、興奮ですよ。大興奮。左から行くと、キラーマシン2。で、真ん中のでかいのがスーパーキラーマシン。で、右がキラーマジンガ。ってなってます。スーパーキラーマシンの方はね、なんだろうな、ドラクエ7までには確か出てこなかったと思うので、僕もそんなに馴染みがないんですけど、まあ右のね、キラーマシン2だったりとか、キラーマジンガ、これドラクエ6なので、まあ、昔からドラクエやってる人はね、まあ、興奮するポイントじゃないかなと思います。いつの間にかね、あれなんですよ、僕も知らないうちにですけど、なんか追いかけてる。なんか追いかけてますけど、そう。いつの間にかスーパーキラーマシンになるものがね、出ていて、キラーマシーン3もなんかいたような、いなかったような気がするんですけど、キラーマシーン3とか、あとね、いつの間にかね、キラーマシーン系統が増えてて、うわぁ、これグリズリーか。グリズリー、これレアモンスターとかじゃないよね。レアモンスターじゃなさそうだな、この感じ。一応スカウトしておくか。一応すでにも、配合で多分作ったのかな。余裕。余裕。前回のね、女子パワーね、結構弱かったので、作れなかった。そんなにスカウトとしては向いてなかったんですけど。あ、グイズリー普通にいるわ。いっぱいいるわ。全然レアモンスターでもないな、この感じ。普通に歩いてるやつですね、これ。で、階段はあった。これか。で、そう。キラーマシンがね、いつの間にかドラクエのシリーズ、でまあ、人気キャラなのもあってですね、いつの間にかどんどんシリーズが増えてて、うわ、イドマジン、なんかね、キラーマシン、まあ、カラクリ兵とかもそうだし、どんどん増えてるんですよ。プロトキラーとかもそうだし、あれドラクエ7か、7で出て、でその後のシリーズ、キラーマジンガとかってやつとか、あ、キラーマジンガドラクエ6だ、ごめん、ヘビーマジンガか、ヘビーマジンガっていうやつ。僕ね、全然、なんか黒っぽい、黒くてでかいやつ。皆さんもね、知ってる人多分少ないんじゃないかなと思うんですけど、ヘビーマジンガってやつがいて。はい。あとね、キラーマシン系の最上位モンスターでサージタウスってやつがいます。ギガサイズで一番でかいやつ。サージタウスはね、まあ、いずれまた皆さんね、パーティーに入れてお見せしようかなと思うんですけど、キラーマシン系統はね、全部揃えて、ちょっと使いたいね、動画で使いたい感じです。はい。もう本当ね、いつの間にか増えてるんで、結構キラーマシンだけで結構ね、レパートリーがいろいろできるんじゃないかなと思ってます。普通に強いしね、キラーマシン系。というわけで、まあ、扉2つと格闘場もやるので、まあ、サクサク進めていこうかなと思うんですけど、この辺のね、やつらはもうとっくに、確かね、他の扉にも出てきてるんで、持ってるはずです。持ってないモンスターいたらね、積極的に捕まえていきたいなと思うんですけど、こいつも一角竜だよね、多分。普通に持ってるような気がするんで。はい。次4階か。なんの変哲もない。普通のフロアだ。
4回というとね、やっぱ4の倍数になるとちょっとレアフロアとかに、ね、期待しちゃいますけど、酒場とかね最近全然見てないんですよ。酒場に行くとほぼ他国マスターがね確定で出現するというところで、結構酒場は使ったりするんですけど、酒場最近全然見てない気がする。はぐれメタルいたぜ。はぐれメタル、まあいけるだろうな。多分逃げられなければ、はぐれメタルより素早さ早いっていうねはぐれメタルを先制できる素早さっていうね、レベル低かったら普通にね、先に行動されて逃げられたりとかあるんですけど、素早さが普通に勝っちゃうっていうマジか。まあね、はぐれメタル前回の確かね時に、女子バレーやってる時は結構逃げられたりとかもしたんで、あ、出てくるモンスター変わるな。お、夜の帝王じゃないかな、あれ。これ夜の帝王っぽい。ただ夜の帝王前作ったよね。最初の方に作った。ヘルコントル作るときに。グリズリーか。そう。ここで出るんだね、夜の帝王。普通なら配合しなければ。おー、あれ？あれ？あれ、オセアーノンじゃないかな。あれ、前なんかの扉にも出たよね。同じ敵、あ、ドルヌーバーがいる。これは捕獲だな。あれ、持ってる。あれ、ドルヌーバーを作った記憶ないんだけど。ドルヌーバーも捕ま、も、ん？お？作ったっけな、こいつ。全然記憶がない。あれ、オセアーノンだよね。色違いじゃないよね。なんだっけ、なんかの扉でも戦ったよね、こいつ。オセアノンだ。この海のフロアだったら、絶対こいつが出るとこあるのかな。絶対ではないけど、出る可能性があるってことなのかな。まあいいでしょう。つかめましょう。オセアノンはね、なんかね、使った気がするんですよ。特殊配合的なやつで。もうすでに一回配合で使っちゃった気がするので、まあ、持ってても損はないかな。うわ、全然だね。こいつらでもこんなもんか。前回ね、オセアノン戦った時はね、すげえ苦戦したんですよ。ただし今回はどうかなっていう。まあ、すでに全員麻痺ってるっていうね。すでに全員麻痺ってるんだけど。これ麻痺無効とかついてないです。うわ、うわ。肉だ。肉の確率だけじゃん、これ。うわぁ。ああ、そうだ。キラーの神宮はね、常に魔法カンタついてるので、魔法を跳ね返すんだよね。魔法を跳ね返すとはいえですよ。麻痺っちゃってんのかな？痛いな、これ。肉の確率だけで捕まる気、あ、治った。そろそろ起こりそうな気がする。混乱してても攻撃しないんだね。さすがにこの防御力で来てよかったなぁ。オセアノン普通に捕まえてる時でさえダメージすごかったもんな。オッケー、骨付き肉あんだけあげればね。はい、出るんだね。出るもんだね。オセアノン、いつの間にかもう朝になってる。なんかいる、なんかいる。
こいつなんだ、岩飛び悪魔。はい、2体でも 100% いくね。ん？あ、ドロルか。ん？他国マスターがいるぞ。みんな他国マスターがいます。セーブします。ただここの扉まだ弱いと思うので、そんなに強いモンスター出してこないとは思いますけど。はい。一応ね、念のため。はい。君が勝ったら便利な道具を譲ろう。久々になんか男のマスターが出たような気がする。おー、こいつらか。ブチスライムとスーパーテンツク。だって、ちょっとやっぱり扉のレベルが低いかな。普通に倒しちゃおう。一撃。やっぱ全然違うな。強いマスターはほんと強いんだけどね。まだこの辺は弱いのかな。後半の扉になってくれば、トラマナソウ。しょぼい。後半の扉になってくればね、もっと強いマスター出るんでしょうけど。ちょっとまだ弱いかな。はい、地下8階です。あ？このフロアしかないとこあるんだ。ワンフロアだのみ。はい、地下9階です。ボス手前のフロアですね。この曲は、この曲は何だろう。これまたドラクエ4かな。これドラクエ4っぽいよね。これドラクエ4だよね、多分。ドラクエ4で、名前喜びの扉でしょ。全然わからん。ドラクエ4で喜びの扉ってなんだ。まずはイザナイの水晶を触りますね。行きますよ。なんだ、ドラケー4で、ドラケー4でイザ喜び。あ、こいつはファンキーバードか。全然関、あれ、ファンキーバードってドラケー4だったかな。記憶にないです。テリワン原作で初登場っていう気もしなくもないけど。どうだい、俺の華麗な足さばき。さあ俺と一緒に踊ろうぜ。特にストーリー性もなくっていうね。はい、お、耐えた。耐えなかった。全然技をね、技を使ってないっていうね。 It's so cool! You の踊り最高にイケてるな。もっと踊りの技を磨くために You についていくことにするよ。ファンキーバンドな、ごめんだった。何だったんだろう、あいつ。ヘイ、踊りは楽しかった？そんじゃ帰るよ。俺ね、本当にね、こいつ、ワタボーはね、ワタボーすぐ流されるタイプ。すぐ流されるタイプなんだから。
前回のね、Sタークの時違うパターンが見れましたけど、今回見れるかね。あれはほんとね、貴重だと思うんだよね。おう、ライム、ファンキーバードを倒したか。今後はそなたのことをファンキーライムと呼ぼうぞ。短かったね、今回は。それ言い過ぎ。今回短かった。そうじゃ、ライムは、たまには国の者と話しておるか。町にはメダルおじさんという気の良い男がおるそうだ。小さなメダルが好きらしいから持って行ってやるべきじゃ。自分だからね。小さなメダル欲しいだけっていうね。はい。ということで次の扉ね、サクサク行こうかなと思います。次はちょっと難易度上がるのかな。大空の扉。行きます。大空の扉はね、わかる。名前で察した。これはね、覚えてる。これは覚えてるんですよ。大空の扉はね、多分ね、あれ、もうドラクエ3だと思うね。なんか飛んでんのいるな。キモ。なんかね、あれに似てる。あ、タイガーランスも捕まえてない。サタンパピーね、あれ、小峠に似てる。今、アップで来た時、小峠だなと思った。なんて日だっていう。あ、今似てるよ、やっぱり今。小峠に似てる、こいつ。ドロヌーバですね。こいつも捕まえてこう。余裕。はい、地下2階。あ、またワンフロアだ。ワンフロアもあるんだな、やっぱり。はい、地下3階。鎖国マスターがいますね。こいつはどうかな？一応セーブしましょう。弱いとね、どこにでもいるモンスターしか持ってないから、あんま面白みがなかったりするんだけど。私に勝つことができたら、いい武器をあげよう。はい。さあ、どうかな？レアモンスター持ってて。お！これはまだ捕まえてないですね。タイムマスターとかいる。タイムマスター捕まえよう。なんかライオネックよりレアそうな気がする。あ、やべえ、肉使わないとダメか、これ。これ肉使う、あ、いきなり怒ったし。これは必殺のリセット。はい、夢から覚めたようだ。さて行きましょう。いましたよ。一体何を出してくるのかな、楽しみだな。この他国マスターは一体何を出して、お、タイムマスターだ。はい、ということでタイムマスター、今度こそ骨付き肉を使って捕まえていこうかなと思います。肉あげるとね、怒りにくくなるんじゃないかな。さあどうだ。もう一発か。マジックバリア。斬撃封じ。これ他国マスターなんだろう。悪魔パーティーかな、これ。悪魔パーティーっていうイメージかな。
さあどうだ、ダメか。さあ3度目の標的、これはいったっしょ、これはいけるだろう、来い来い来い、 OK。 はい、やっぱ悪魔レベル50だね。何気に、はい、なんだろう、巨大スパナ、あざす。持ってない、持ってないモンスター嬉しい。5回、ん、なんか飛んでんな、これポムポムプリン、ポムポムプリンって違う気がする、ポムポムプリンは違う気がする、サンリオな気がする、サンリオフレーバーがする、ポムポム、ん、ボムボムボムなのかな、ポムポムボムか、ポムポムボム、はい、ポムポムプリンはね、あのね、多分寝ぼけてますね、今。ポムポムプリンは、あれだよね、あの、黄色いやつだよね。こいつなんだっけ、フレーム。はい、フレームですね。はい、地下6階。普通の曲ですね、普通の。ん？なんかいる？なんだこいつ？ベル？お、なんか暗闇ハーピーとか知らないやついるね。柔らかい。はい。一応これも女性型モンスターになるのかな？暗闇ハーピー。はい、7階です。お、あれは福袋か。福袋捕まえてあるんだな。はい、8階です。特になんかレアモンスター、あ、まあオセアノンが出たな、そういえばオセアノン出ちゃったので、そんなだよね。もう前回のもう、もうあれだ、ボスの手前フロアに着いちゃった。今回何事もなかったな、ほんと何事もなかった感じ。はい、でやっぱりこの曲聴くとドラクエ3のフィールド曲だよね。ドラクエ3ね、ほんとかっこいい曲多いんだよね。フィールド曲からすでにかっこいいもんね、ドラクエ3。ほんとね、ドラクエ3はね、ドラクエシリーズの中でもね、かなり上位に入るほど好きなので。はい、でここドラクエ3で大空の扉なので、ここは分かるんですよ、何が出るか。これはね、覚えてる、あれですよ、あのニック機というか、最初の方の動画で死闘を繰り広げたですね、スノードラゴンの色違い、スノードラゴンの色違いモンスター出る、
し、牧場の上でも出ましたね、一回登場しましたね、すでに。一回見てます。はい。この動画でも一回出てます。いきますよ。何気にね、何気にドラクエ3が初登場なんだよね。うん。でかっ。はい。スカイドラゴンですね。キーキー、こんなところまでよく来たね。なんか普通に優しい、よく来たねっていう。それじゃああんたの力を見せてもらおうか。なんか原作だとね、なんか網戸くじみたいなやった気がするんだけどね。普通だね、リメイク版だと。なんか網戸くじやった印象強かったんだけど。はい。何事もなく、何事もなくですよ、何事もなく。オンヤマー、あんた強いね。よかったら私を仲間にしておくれ。ちょっと撮影機器の調子悪いですけど、はい、スカイドラゴン仲間になりました。女子っていうね。うひゃー、スカイドラゴンはこんな高いところに住んでたんだね。さあ、お城に帰ろう。もしかしたら、このスカイドラゴンはあれじゃないの？牧場の上に飛んでたやつかな？もしかして同じ個体？この感じ。預かり状がいっぱいです。まさかのね。まさかのいっぱいというやつですね。まあ、昔のキャラは、まあ、分かれましょうかね。これとかね、グレムリンとかいらないと思うんで。はい。さあ、次はいよいよですね。格闘場ですね。格闘場挑んでいきたいなと思います。オーライムよ、スカイドラゴンを倒したか。天高い塔からの景色はどうじゃった？すべてが自分のもののように見えたじゃろ。ふん、マスター風情が神様気取りか。そなたはいつからそんな男になったのじゃ。いやいや、お前が勝手に言ってるだけだから。お前が勝手に言いまくってるだけだから。はい。というわけで、格闘場に行こう。あれ？てか、王様は別にある、あ、そう、王様ね、なんか促さないよね、別に。格闘場行けよ、みたいな。扉もう終わったっしょ、みたいなこと言わないよね、特に。自慢で行くような形ですね。で、まあ、ほんと格闘場あれだもんね。挑もうと思えばもう S ランク挑めるんだもんね、確か。次、B クラスか。もう挑もうと思えばもう S ランク行けちゃうってことだよね。はい。まあ、とりあえず B クラス挑みまあ、順番にね、ちょっと、前の回はね、二つ、一個飛ばしてやったりとか、まあ、続けてか。続けてやったりとかもしましたけど、まあ、順番でやろうかなと思います。一気に飛ばしてもいいんだけどね。多分ね、Sターク倒しちゃったから、もう倒せると思うんだよね。正直。全然倒せると思うんだ。ほら、B クラスでさえこんなですよ。大木槌4体っていうね。舐めてますね。もうこいつら完全に舐めてますよ。ほら。こいつら完全に舐めてるよ。天変地異、うん、ま。レベルそんな高くないからね。威力もそんなないはずなんだけどね。大義はね、レベル依存の技なので。レベルが高くないと。はい。2回目こんな感じか。なんか普通のもうなんていうの、野生のモンスターみたいな、普通の野生のモンスター連れてきちゃったみたいな印象。お、花窓を耐えた。はい。そう、キラーマシン2は、ね、2回攻撃なんですよね。2回行動で、かつね、特性がね、行動早いついてるんで、先に動けるっていう。先制攻撃って絶対取れるんでね。敵も行動早いじゃない限りは。酒場の酔っ払い。ウィーヒック、ここはどこだ？何？格闘場？ここは酒場じゃねえのか。赤いね。顔が赤い。マスクの上から顔が赤い。まあいいや、うさばらしにちょうどいいぜ。ドラゴンマッドがいるね。ドラゴンマッドがいて多少強そうに見える。は見える。
どうかな。身代わり。なるほど。身代わりか。しかし、うん、キラーマジンが動かずっていうね。キラーマジンが全然動いてない、ね、スカウトの時しか動いてない気がする。はい、というわけで、まあ、B クラス、まあ、S クラス行きたい気もするけど、そうするとね、あの次の楽しみなくなっちゃう気もするしね。これで新たな扉開いたのかな。滅びの扉と幸せの扉を王様が開けてくれたぞい。はい、ということで、あっさりね、行っちゃいましたけど、次は、滅びの扉と、はい、幸せの扉、行きたいと思います。まあ、ちょっとさ、今日ちょっと動画の調子悪かったですけど、はい、次回も、ぜひ、お楽しみに、といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴、ありがとうございました。